国道114号終点福島県双葉郡、並江町知名寺交差点付近福島県双葉郡、並江町にて国道114号は福島県の福島市から双葉郡並江町に至る一般国道である一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び経過値は次の通り渡りバイパス川間山間部をトンネルで抜ける2015年4月14日に 大和小つなぎ技船が大使川の延長 1.06km 区間を暫定供用し、同年6月28日に完成した、トンネル、編集立て郡川又町小つなぎに位置する、国道改築事業として2010年度より建設された、2011年2月15日に起工式が行われ、2012年3月4日に、貫通、2012年4月24日に供用が、 開始された。総工費は12億2500万円。浪江町昼曽根朝昼曽根に位置する。受け戸川と急峻な斜面に挟まれ、カーブが続き、異常気象時通行規制区間に指定されていた昼、曽根地区の従来の国道の改良工事のために昼、曽根工区として1989年度より建設された。1990年3月に寄港され、 1992年11月2日に、貫通。1994年4月1日に、開通した。総工費は26億4500万円。浪江町川坊和座ヤグノに位置する。隣接してすぐ南に、ヤグノ大橋が架かる。ヤグノ集落を通過する従来の国道の改良工事のために、集落から受け戸川を挟んで対岸の尾根を貫く。 トトンネルが1986年度より建設された。1986年12月10日に寄港され、1987年5月19日に貫通、7月19日に開通した。総工費は4億2500万円。浪江町川棒から南相馬市を高区川棒にまたがる。大垣ダム水没区間付け替えのため。 農林水産省東北農政局による、受け戸川農業水利事業の一環として1979年度より、事業化された、総工費は8億円。南相馬市小高区川坊から浪江町川坊に、またがる。1980年度に、国道改良事業として事業化され、1980年11月11日に、寄港、1981年5月20日に貫通し、 1982年3月に開通した総工費は3億9100万円。波江町川棒から道庁室原にまたがる大垣ダム水没区間付け会へのため農林水産省東北農政局による受け戸川農業水利事業の一環として1977年度より事業化された総工費は14億9800万円。 浪江町内における各トンネルの中で最長であるため、ラジオ放送の受信が可能となっている。橋梁編集、国道特殊改良一種事業である、塩浸し工区整備に合わせ掛け替えられた、総工費は7000万円。小倉沢橋浪江町はカウキアザクヌギ平に位置し、二級水系受け戸川水系、1925年にかけられた、旧橋梁の老朽化と、 福音教唱の解消のために2006年度より国道整備事業として建設された。総工費は8900万円。新昼、曽根橋各燃料税関連の県単独協梁整備事業として建設された。二級水系受戸川の左岸に沿い、カーブする河川を渡るため、両端の二景間は片山橋となっており、橋脚はラーメン構造が用いられ、得意な構造となった。 走行費は1億6400万円。ヤグの大橋並江町川坊地内で二級水系受け戸川を渡る。境愛で悪戦系の昼、ソネ地区の整備のため、各燃料税関連の道路改良事業である昼、ソネ港区の道路改良事業の一環として、県単独協力整備事業により1985年度に着工された。総事業費は1億7100万円。 東京寮の完成により、隣接する、ヤグノトンネルの着工が可能になった。第1弁慶橋第2弁慶橋が老朽。浪江町出現地内で二級水系受戸川を渡る。国道特殊改良第一種事業により掛け替えが行われた。総事業費は1億800万円。室原橋浪江町室原にて二級河川受戸川を渡る。1933年に掛けられた。 急橋梁の老朽化が激しく、福音が強硬で悪戦型であったため、国道橋梁整備事業として1981年度に着工され、1985年11月6日に開通した。橋上は上下対向に車線で強用され、上下線両側に歩道が設置されている。親柱は、受け戸川を訴上する酒がデザインされ、大堀相草焼きのタイルが使われている。 掃除業費は4億5910万円。道の駅、編集2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波被害によって福島第一原子力発電所事故が発生。翌3月12日に一連の原子力緊急事態宣言のうちいわゆる半径1 0トル以内の住民避難指示を受け、波江町昼。 ソネトンネルからナミエ町地名寺までの区間への侵入が制限される。この時点はまだ法的根拠がなく、あくまで地元自治体災害対策本部が設定した暫定基準に基づく措置という立場であった。翌月に入り、4月22日に福島第一原子力発電所事故に伴う原子力災害対策特別措置法の原子力災害対策本部長権限に基づく、 警戒区域設定が午前0時をもって発動。これにより、波江町大和ざも津島あざかや新2013年4月1日に避難区域の再編が行われ、波江町室原から地名寺交差点までの区間は、避難指示解除準備区域、居住制限区域とされたため通行止め解除。同時に、波江町津島から室原までの区間は、帰還困難区域とされたため、引き続き通行止めとなる。 2014年12月6日に常磐自動車道、ナミエ IC が供用開始されたことに伴い、ナミエ IC から東側の区間を通行止め解除。2017年9月20日午前6時をもって、基幹困難区域内の通行止めを解除し、全線で一般車両の通行再開。ただし、帰還困難区域内は自動車のみの通行に限られており、歩行者、自転車、 二輪車の通行は禁止されている。また、南相馬市内に向かう、県道二路線と、葛尾村に向かう、県道五十号、浪江町内の帰還困内区域に向かう、国道三百九十九号、県道三十五号を除き、許可車両以外は脇道に入ることはできない。阿武隈高地を通過している、転送元カテゴリ渡りバイパスに関するカテゴリ川又バイパスに関するカテゴリ 渡りトンネルに関するカテゴリー、エマ・タイラトンネルに関するカテゴリー、川又トンネルに関するカテゴリー、昼ソネトンネルに関するカテゴリー、ヤグノトンネルに関するカテゴリー、大垣トンネルに関するカテゴリー、沢中トンネルに関するカテゴリー、中山大橋に関するカテゴリー。ありがとうございます。